はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の決意が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もね、造血幹細胞移植に関する、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再帯血移植の比較のお話です。今回も先にですね、造血幹細胞移植のおさらいです。造血幹細胞移植というのは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんにですね、ドナーさんからもらった正常な造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法でございます。そんな造血幹細胞移植の、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再帯血移植の比較でございますけども、造血幹細胞の採取部位により、骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再帯血移植の3つに分類され、それぞれには次の、9つのような、特徴があります。それでは比較していきましょう。9つ頑張りますまずは細胞数、細胞の数ですね。骨髄移植は1回の採取で必要数をほぼ確保できます。末梢血になりますと、1回の採取で必要数を確保できないこともあります。再帯血はですね、移植可能な細胞数が限られています。続きまして、ドナー側の負担でございます。骨髄移植、負担は大きい。これ全身麻酔とかしますんでね。で、末梢血、比較的小さい、GCSF を使うっていう、ね、ことがあるんで、これに関しては、全身麻酔よりは比較的小さいです。再帯血は、ドナーの負担はありません。続きまして、ドナーリンパ球輸注でございます。骨髄移植は可能です。末梢血は可能です。再帯血に関しては不可能ですね。そのドナーさんというかね、再帯血の場合は胎盤と、ね、再帯なんで、へその緒なんでね、もうそれからリンパ球を取ることができないので、再帯血の場合は不可能になります。で、ドナーリンパ球輸注というのはですね、この動画では初めて、ヤスのチャンネルではね、初めてのお話なんですけども、移植で造血幹細胞を提供したドナーさんのリンパ球をですね、患者さんに輸注する治療法です。移植後の再発やですね、混合キメラ状態、ウイルス感染などに有効とされています。続きまして、 HLA 適合の必要。骨髄移植は原則一致、末梢血も原則一致、再帯血は不一致で可能でございます。再帯血に関してはね、関係ないみたいです。ただ骨髄移植と末梢血幹細胞移植に関しては、原則的には一致しないとできませんよってことですね。で、続きまして、移植準備期間、移植の準備する期間ですね。骨髄移植は約1ヶ月、これは血縁の場合です。で、非血縁の場合はですね、3ヶ月から6ヶ月の間、準備期間が必要です。で、末梢血はですね、約1ヶ月、これは血縁ですね。僕は血縁じゃなかったんですけど、3ヶ月ぐらいは寛解の治療はしたかなって感じです。で、再帯血は3週間でいけます。約3週間ですね。約3週間でいけます。で、続きまして、生着までの時間。骨髄移植は、普通、2、3週間で生着しますよってことです。末梢血は、早いですね。2週間で生着すると。
で再帯血に関しては遅い、比較的遅いです。3週間から4週間ほどかかります。で続きまして静脈不全ですね。骨髄移植は少ない、まあ、だいたい約 3% の確率で静脈不全が起こってしまうと、まあ、小血も少ない 3% の確率で静脈不全が起こってしまう。でそれに比べまして再帯血の場合は、多いと言われてます、まあ、10% から 20% の確率で静脈不全が起こりますよと、表されています。続きまして急性 GVHD、 これは骨髄移植に関してはまあ普通と 20% か 40% の確率で、急性 GVHD になりますよ。で末梢血に関しましてはやや多い、 40% 以上は多いんですね、まあ、僕もねなりましたんでこれはやや多いということになりますね。でそして再帯血移植はやや少ないと、 20% 以下の確率なんでしょうね、やや少ないということになります。で続きまして次はね慢性 GVHD ですね。骨髄移植の場合は普通、まあ、40% の確率で慢性 GVHD になりますよ。で末梢血の場合は多い、これは 40% 以上なんでね多いと、まあ、ほとんどの人がなってしまうということです。僕も今その状態でございます。で再帯血の場合は少ないということになりますね。以上9つの比較でございました。まあそれぞれの種類の比較でしたけども、まあ、病気や種類やね体の状況によって、まあ、先生が判断されるので患者はどれを選ぶとかはできへんと思います。まあ、例えば末梢血幹細胞移植において慢性 GVHD が多いから嫌やなとかっていうのは選べないんで、まあ、これは受け入れなあかんのですね。ね、先ほども言いましたけど僕は現在受け入れ中でございます。絶賛受け入れ中でございますね。まあ、といった感じで今回は骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再帯血移植の比較のお話でした。次回はですねドナーの選択についてです。患者さんがドナーさんを選べるのではないですよ。これはどのようにドナーさんが選ばれるかというお話でございます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。